勝負を決する方法は一部で論争を巻き起こした。物議を醸しているのは、現地時間8月3日に行われたパリ五輪の柔道混合団体決勝だ。地元フランスと東京五輪でも決勝で新さんを舐めた日本が対峙した一戦は、代表戦決着にまでもつれ込む死闘となった。とにかく柔道は、競技全体通して、日本勢を任そう、任そう、というジャッジばかり。団体決勝を見ればその理由は明らか。日本に対して、体格で勝っていても勝てるのは、リネール選手くらい。同じ階級だったら日本任しとかないとメダル、取れないもんね。そこまでやっても日本勢に、総メダル数で上回るのがやっとで、金メダル数で負けるというダサさ。卑怯な開催国相手に勇敢に正々堂々、戦った日本柔道選手団、お疲れ様でした。かっこよかったです。勝利に値したのは、あなたたち。胸を張って帰ってきてください。柔道最強国をかけた、頂上決戦は、まさに死闘だった。両軍とも3勝3敗で決着がつかず、勝敗は、第7試合の代表戦に委ねられた。対戦階級は、会場の大きなビジョンで、それぞれの階級の数字がくるくる回る、デジタルルーレットの階級で決まる。そして、これが、大きなドラマを演出した。決着をつける階級が青い文字の、プラス 90kg のところで、ピタリと止まると、会場は、割れんばかりの大歓声に包まれた。なぜなら、母国の英雄であり、今大会 100kg 超級で3度目の五輪王者に、輝いたテディ・リネールだったからだ。絶対王者に対し、第3試合で敗れた斉藤立は気合を入れ直して、再び挑んだが、初出場の22歳にはやはり分が悪く6分26秒、リネールが大内刈りで一本勝ち。王者が大逆転で、東京大会に続く金メダルをフランスにもたらした。無論、ドラマティックな展開に、現地記者は大興奮だ。地元メディア、クリプトストのジャーナリストであるリリアン・クリプトースト氏は、テディ・リネールをゴールデンマッチに送り込むルーレットは、まさに伝説に残る。と大喜び。同じくフランスの地域紙、デテログラムのクレマン・ベソード氏は、ははははは、は、またリネールだ。このルーレットは、素晴らしいと自身の X、Q、Twitter に綴り、この革新的なシステムを歓迎した。だが一方で、デジタルで先行される方法に疑問の声が上がっている。地元記者のバスティアン・ブランディン氏は、運が良かったと漏らし、このルーレットシステムは、フランスの管理官によって操作されているのか、と疑惑の目を向けている。欧州メディアからも異論が上がっている。ポルトガルのスポーツメディア、セントラル・デュ・ティモンのダニエル・ケプラー記者は、どんな種類のデジタル抽選であっても、私は信頼できないと述べ、この選考方法に憤りを隠せない。そして、柔道のルーレットシステムが、このスポーツに対する私の新たな不信感を抱いたと、断じ、反対を示唆した。国際的にも、反発の声が相次いだ。そうした指摘を受け、フランス柔道連盟のステファン・ノミス会長は、母国のラジオ局、RMC スポーツなどで、ルーレットのボタンを押すのは我々ではない。国際柔道連盟がやっていることだと反論。さらに、不正がないように、IOC、国際オリンピック連盟が管理している。すべてのカテゴリーに選ばれる可能性はあったんだ。そしてルーレットがテディに当たったんだ。彼ら、日本が本当に不運だったと言うしかないと、強調している。試合後、試合を観戦、応援していたファンも SNS 上で次のように、個人的な意見を述べた。実際に不正を行っているかどうかを説いてるわけじゃない。不正を疑われるような方法をしているから、皆が文句を言っているだけだ。正当性をのたまうなら、選手全員が一斉にくじ引きするような、アナログなやり方にするとかいくらでもやり方はあるだろうに。エンタメ視点としても最悪だし、こんなやり方にゴーサインを出した。IOC のセンスの無さが、金メダル級に光ってる。こんなルーレットが採用されている時点でルールは、フランスのものだと言われているも同然。その他の柔道精神のないまさに恥知らずの振る舞いを、審判が注意もしない中で、選手たちは本当によく戦った。
一国民としてはもっと日本側のルールに対しての権限が強くなることを願う。代表戦になった際、リネールだろうなと思っていたら案の定。あんな疑惑の残る選定方法を選ばなくったって、普通に紙で抽選でもして階級決めればいいだけなのに、やっぱり開催国有利は揺るがないか。判定ありきのスポーツに公平性を求めることは無理なんだとよくわかった。そりゃ開催国フランスに優位な決定になるかもしれないのだから、そうならないような決定の仕方にしなくちゃいけなかったよな。日本からしたら、イチャモンをつけたくなるようなことに実際なったのだから。もし反対に、日本に有利になるであろう決定なら、フランス側がイチャモンをつけたわけで、IOC が、不正等がなく、まっとうに決定していたことを祈ることしかできませんね。世界中、フランスは入らないから疑問視されるルーレット。日本はこのルーレットに持っていかれる前に、全二人、できれば、安倍一二三でわかりやすく勝ち切るしかなかった。それだけに、直後のフェンシングで、フランスに勝ったのは少しだけ留飲が下がった。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。Like して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。